シュテファン大聖堂のヨハンナの長像。ヨハンナ・フォンプフィルト。ヨハンナ・フォンプフィルトは、アルザス地方のフェレット博領の女子相続人で、オーストリア公、アルブレヒト2世の妻。フランス語名は、ジャンヌ・ド・フェレット。フェレット博・ウルリシュ3世と、その妻で、モンベリアル博、ルノーの娘であるジャンヌの間の長女として生まれた。年月に父・ウルリシュ世が、 男子のないまま死去すると、ヨハンナと妹のウルスラには、ズントガウ、ボージュ山岳地帯南部、ベルフォール峡谷、ジュラ地方北端部を含む広大な領地が残された。ハプスブルク家のオーストリア公、レオポルト一世は、ウルリッシュ三世の死の方を聞くと、迅速に行動に出た。レオポルト一世は、ウルリッシュ三世の未亡人ジャンヌと交渉し、 彼女の長女ヨハンナと自分の未婚の弟アルブレヒト2世の縁談をまとめた。ヨハンナの妹ウルスラは金銭的保証と引き換えにフェレット博領の相続権を放棄した。3月17日にはタンにおいてアルブレヒト2世との結婚契約が結ばれた。こうしてヨハンナはハプスブルク家にアルザスにおける唯一のまとまった所領をもたらすことになった。 ヨハンナは1324年3月26日にウィーンにおいてアルブレヒト2世と結婚した。アルブレヒトは1330年に多発性、関節炎が原因で手足が麻痺し体が不自由になった。ヨハンナは結婚してから15年間もの間不妊が続き、夫婦関係は不幸としか言えなかった。 1337年にアルブレヒトは生遺物の安置されたケルンとアーヘンに巡礼に出かけた。この時の公爵の祈りを神が聞き届けたかのごとく、公爵夫人ヨハンナは1339年11月1日に39歳という高齢の初産で長男ルドルフを出産した。その後も5人の子供を産んでいる。ヨハンナは懸命で資料深い性格の女性だった。 政治的な才能や巧妙さにも優れ、夫及びハプスブルク家の誠意の拡大に多大な貢献をした。アルブレヒト2世は手足が不自由で旅行もままならないため、ヨハンナが代わりに外交交渉に出向いた。1336年、ヨハンナはハプスブルク家とルクセンブルク家との間で和平協定を結ぶことに成功し、このおかげで、 ハプスブルク家は後にアドリア海まで勢力を伸長させることに成功した。1347年にオーバーエスターライヒのゼーフェルトで開かれた諸侯の集いに際し、神聖ローマ皇帝カール4世はアルブレヒトとその息子たちをオーストリア、シュタイアーマルク、ケルンテン、クライン及びビンディッシェマルクに封じた。アルブレヒト2世がカモンの勢力伸長のために アクイレイア総大司教座と対立した際、ヨハンナは総大司教と外交交渉を行い、同盟関係を築くことに成功した。この同盟関係を大きな支えとして、アルブレヒトは他のライバルを気にすることなくケルンテン、クライン、ビンディッシュ・マルクにおける領主権を確立した。もっとも、アルブレヒトは総大司教領からキュザフォルテ、3、 ミケレアル・タリアメント、ベンゾーネ、ジェモーナ・デルフリーウーリといった都市を横領してもいた。ヨハンナは1351年、末息子のレオポルトを出産した際に51歳で死去した。意外は1330年に、夫の設立したカルトゥジオ会系のガミンク修道院に葬られた。ウィキメディア・コモンズには、ヨハンナ・フォンプ・フィルトに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。